はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はバーブロン2000ジャージエーカンナイン続きをプレイしていきましょう。まあ、なんとか地区大会久々に突破できたので、まあ、ここからはですね、甲子園出場に向けて関東大会を勝ちに行きましょう。まあ、1000円のね、1000ポイントの機材をバリバリ設置していきましょう。素敵な出会いがあるって言われてもな、特に変わり映えのある人たちじゃないからな。まあ確かに素敵なのかもしれないけど、おお、なんか全然知らない新キャラが来たとかってなると、確かにすごく素敵だなと思うんでしょうけど、とりあえず泊まれるだけ泊まっていきますか。じゃあまあ、地区大会のね、出場は、関東大会的なものは出れますからね。キー交換券はもう持ってるんだよな。さあアイドル頼むぞ、ここで練習効率上げてくれ、テンションアップか。まあ贅沢は言えないとはいえだ。お、来週またアイドルウィークが来るな。そうなるとアイドルウィークに向けてしっかりマスを揃えていきましょう。43が欲しいね。435でいこう。435。まず4でホーム休息使って、いや、あ、そうだね。で、投げ込みになっちゃうのか。まあ、しょうがないな。確実に止まりたいから、まずミートバッティングを使って、次、3の投げ込みを使う？じゃあ。で、5を使って、一気に伸ばすと。
問題はここで練習効率上げてくれ。よし、かなり上げた。前評判への前橋工業、無理だよそんなの。勝てる気がしない。ワンチャン狙うしかないな、ここもワンチャン。ワンチャン狙おう。このジャイアントキリングを果たせば甲子園春大会出場が見えてくる。前橋とか全然関係なかった。鹿島水産だしね。まあ相手の投手土田くんの能力を見ておきましょう。球速148、コントロール C、持ち球はスライダーチェンジアップシンカーか。これだけ見るとめちゃくちゃ強い選手には見えないけどね。いやでも打者が強いわ。これは点を取って逃げ切るっていうのしかないな。うん、抜けないか。守備もうまいね。いらないよな。当たりはちょっと芯って感じじゃなかったもんね。まあ、ただなんとかねこの2点差でつないでいこう。よし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 、しょんぼりしてるね。9番松永。松永か。まあここは流し打ちでつないでくれればいいけど、ちょっと厳しいかな。おお、抜けた。ナイスバッティング。ナイスバッティング。お祭り男はもうすでに発動してるから、ここは普通に打ってもらおう。うわあ、ポップなイージーフライになっちゃったか。ヤギ、頼む、この回に勝ち越そう。なあ、ダメか。まあ1点差来てるんで、これしのいでしのいで1点差で、ついていきましょう。うまいね。これでワンアウト満塁で9番大塚。ここはゲッツーシフトにして変化球中心で引っ掛けさせよう。臭いところで1球投げて、で中心、よし、ゲッツーだ。だー、それたかー。肝心なところでそれたかー。しょうがないなー。まあまあまあ、だー、抜けるかー。やっぱあそこでゲッツーで仕留められなかったのがこういうところで響いてきちゃいますね。
さあ4点差、4点差、なんとか1点ずつまず返していきましょう。空振り三振か。8番の今村、一塁もアウトか。足をもうちょっと速くしていかないとダメかな。これもちょっと詰まってるね。ボテボテだ。一塁もアウトな。いやー、この4点差かなりでかいな。まずは先頭打者出よう。5番石塚揺さぶる。よし、まずは出たね。でね、相手の投手はそんなに強くないんで、まあこの4点差っていうのは大きいんですけど、まだ諦めるには早い。伸び持ってるってことは変に引っ張るよりは流し打ちにした方がいいな。ミートの流し打ちでいこう。これでいい。まあ変化球にやられましたけど、それでいいんです。うわー、ゲッツーだー。いやー、勝てなかったか。まあ前評判 A のチームでしたからね、鹿島水産。まあちょっと残念でしたが、夏の大会に向けて頑張っていきましょう。まあ確かなチームの進歩を感じましたからね。練習効率下げやがった。これあるから嫌なんだよな。やっぱりあれだな、プロに泊まるのはもうやめよう。ドラフトちょっと期待できないけど、選手自体はね結構粒ぞろいだったんですけどね。お、荻野、漆原、練習効率大きく上げてくれ。テンションか。テンションじゃないんだよな。なんとか中堅に戻したいんだけどな。
テンション下げてきたよ。もうさ、マネージャーとか俺の肩触んなくていいわって言いたいよ。セクハラとか言われても嫌だし。会社ではね、もう女性社員とかともほとんど触れ合わないですね。まあ、ろくなことがないんで。合宿でちょっと大きく特能をつけていくっていう作戦で頑張りますか？そしたら。ジャイロボールの焦点に入れたか。と練習効率上げていきたいな。11月で雨か。押し切りのテンション下がった。さて、そしたらここは指立てで試験に臨んで勉強を踏んで星で三つ股に分かれさせましょう。お、アイドルがいるから、まあこのままアイドル直進かな。あー、下の特納も行きたいけど、まあここはアイドルかな。で合宿まで一気になだれ込んでいく感じだな。でホームチェック、ミートバッティングは残しておきたいんでホームチェック急速にしよう。練習効率上がったね。でインターバル走も使っちゃいたいんですよね。走力中心。ホームチェックもでもいらないけど、まあしょうがないな。ここは5を使いたいんでインターバル走を使っちゃいましょう。さすがにみんな上がるね。さあ合宿だ、頼むぞ。
根岸が緩急丸、松永なんだよね、うちのエースは。何も起きないか、何も起きないか。ちょっと実りの多い合宿だったとは言えなそうだな。もう OB のところには泊まりたくないからな。とはいえ OB のところに泊まらざるを得ないの、これ。いや、ミートバッティングで総合練習ですっ飛ばしましょう。で、星に泊まって三つ股に分けてアイドル狙いでいこう。さあアイドル来い、来たー、アイドル来たねー。赤マスに止まる羽目になるのか。でもちょっとやだな。テンションアップ、テンションアップだったら赤マス止まるのは避けましょう。これがね、練習効率が大きく上がったって言われると飛びついちゃうんですけど。なかなか松永の変化球が上がってこないな。変化球練習次あったら優先的にやってく。篠崎の肩もまだまだ上がってこないんだよな。ヤギは走力も上がってきたね。そしたらミートを B まで上げよう。湯浅はパワーを B まで上げよう。もうミートが上がるのは時間の問題だと思うので。赤津もちょっと伸びが悪いな。末吉か。微妙だな。何も起きない。練習する意味がない。
しょうがないな。プロに一回止まるしかないか、これ。まあ、ここで練習効率下げてくる可能性あるからな。ん？なんかいまいちだったな。よし、大きく成長。これはありがたい。そろそろ練習試合一回やりたいんだけどな。変化球上げたいから変化球練習欲しいんだけど、変化球練習がなかなか出てこないですね。微妙だな。若松はでもそれなりに育っていきそうな感じはしますね。しばらくちょっとイベントらしいイベントがないんで、効率のいい練習ができなそうだな。まあ、数字の大きい練習を入れていくぐらいしかないかな。日曜日に特訓マスがありますね。あれ止まりましょう。あ、しまった。これ1が来ないと止まれないぞ、特訓マスに。まあ、来ないだろうから止まれないってことになっちゃうな。しょうがない。ここはじゃあコース投げ込みにしときます。関野に彼女ができたか。よかったな。お、広角打法来た。ちょっとそろそろアイテム使っていきますか。じゃあ、総力誰あげる。湯浅だな。うわ、湯浅はもう使ってるからダメと言われた。そしたら堀口。低めは松永。うわぁ、すでに覚えている。ジャイロボールはどうだ？広角打法は、それこそ、湯浅に。アイドルが全然来ないで、一時アイドルウィークがあったんですけど。あとは新入
せいだな。ちょっと松永が本当にここ停滞しててもったいないな。なんとか早く変化球伸ばしてもらいたいんだけど。さあアイドル行ってくれアイドル。そもそも卒業生に女の子いたかな。渋沢サラリーマンか、彼女できたのにな。漆原はプロ野球選手になってるね。藤枝ももったいないな。本来だったらプロになれる逸材だったんだけど。あ、何も起きない。疲れが取れたぐらい。お、ようやくアイドルがいる。あそこのアイドルは絶対に止まろう。総合練習は残しておきたいよね。そうなると松永の方ようやく変化量が1上がった。まあ1ずつちょこちょこ進んでいきましょう。で練習効率があったところでノックで止まります。で総合練習4入れますか。まあ、3でもいいかな。練習効率上げて走り込みする。スタミナアップか。いやスタミナじゃないんだよな。となると総合練習だな。まあさすが練習効率アップ後だね。みんなガンガン上がってくれますね。まあ練習試合はもちろん受けましょう。で練習休みをして練習試合に臨みます。ちょっとね時間伸びてきてますが、ここも練習試合まではプレーをさせていただきます。練習試合終わって入学式まではちょっとプレーをしましょう。
ちょっと変化量微妙だけどしょうがないな。もうこれ以上松永、ここに時間を割いてるわけにはいかない。さあこの試合には勝ちましょう。松永がちょっと調子落としてるのが気になりますけど、まあ、ここで勝っておいて、まあないとは思うんですが、運よく中堅に上がれれば、入学してくる選手が一人増えますからね。そういう意味でも絶対勝ちたい試合なんですが、先制点を許してますね。相手投手は強気で合ってる？一発持ってるんだ。ただ直球150キロ。で、ナックルカーブ、サークルチェンジ、ナックル。ナックルカーブとナックル持ち？いや、この強気は打ち崩さないとダメだな。強気以外の投手は、ちょっと微妙な投手になってたけど、4点取られてる。これは一塁はアウトだね。前にボール落とされてもやっぱタイミング的にはアウトになっちゃいますね。ちょっと横とかに揃わせてもらわないと。よし、これは打ち取りました。さあ湯浅が落下点、大丈夫だね。4点取り返すってなるとね、ちょっと大きい2点3点と取る回を作らないと厳しいんで、ここはこの回をそれと見定めていきましょう。うわ、まあ当たりは良かったけど、ショートの正面でしたね、当たりが。でも5点差とかになってくるとね、ちょっと萎えちゃうんで、この回これで切って取って、これは追いつくね。よし、関野が追いついて、ノーアウトランナーが一塁。関野か、ここはもう究極の思考を使って流し打ちで、最低でも進塁だ。当たりが良すぎたな。バッティングとしては悪くなかったと思うんですが。で、若松、で堀口、黄色い声援、黄色い声援を受けて頑張ってくれ。ボテボテだ。一塁アウトだね。いや、食いついていってはいるんですけどね。ちょっとね、7回裏でこの点差だと少し攻めていかなきゃいけないので、まあ、1、2点差だったらね、ここは送りバントでもいいかなっていうところだと思うんですが、よし抜けた。これでノーアウト満塁。強気を打ち崩さないといけないんだけど、ボテボテだな。これ1点取ったか。これゲッツーになるぞ。
ああ、そうか。いないですもんね。焦っちゃいましたね。月になるぞっていう。阿部火がついたんで、ここはミート対応で、なんとかもう1点取りたい。うわー、最後サークルチェンジに空振り三振。で、1番堀口くん。いや、つゆき打ち崩せないな。もうスクイーズで1点取りに行くような場面ではないですからね。通気もただバテては来ているんで、うーん、これゲッツになっちゃうよ、なっちゃったな。通気を打ち崩す絶好のチャンスだったんですけど、うーん、これは入る。ただ相手ピッチャーはこっからは大したピッチャーではなくなってるはずなんで、これは当たりはどう？よし。相手ピッチャーがね、つゆきから変わればチャンスは全然あります。よしよし。まあ5点差ひっくり返せるかっていうのはありますけど、まあでもね、本当にそれくらい相手ピッチャー大したことないんですよって。まあ、うちのチームが言うなって話なんですけど、小柳、これ見てもらっても、大した投手じゃないんですよね。さらに原、金久保と、さらに落ちていくんで、打てば打つほど、まあ当然ですけど、チャンスが広がってくる。ここが空振り三振か。これはゲッツーはやめてよ。うわ、ゲッツーだ。いやー、体現総合だな。大きなこと言ったらこういうことになりますね。まあちょっと練習試合で中堅入り、中堅への復権はなりませんでしたけど。まあ一つはあれかな。最終回の2点、ホームランで取られたのが、ちょっといただけなかったかなって感じですね。じゃあちょっと入学式までは見ていきます。新入部員は7人。祝い。尻上がりで玉持ち持ち。V スライダーが3。岡野。内角攻め。サークルチェンジ持ってますね。桃井。おお、走力、肩力、高いですね。山崎。栄冠ない。これ山崎武史だな。パワーヒッター、プルヒッター、満塁男。まあ、三振併殺。まあ、持ってんでしょうがないけど。よし。山崎武史にかけよう。まあ中日行って楽天で4番打ってっていうね、山崎で藤巻で、米谷は対左投手 F か。横溝、ちょっともう一度山崎見ていきましょう。よし、山崎武史にかけよう、すべてを。
まあ、いつも打撃重視のチームに仕上げていきます。というわけで山崎武史が入団してきましたね。頑張っていきましょう。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。